いつもロペライオチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回ご紹介するお車は2016年モデルのダッチチャレンジャー、そして愛車紹介ということで、はい、渡辺さん、はい、2度目の登場です。2度目になるんですね。そうですね、すいません。渡辺さんといえばですね、メンバーシップでですね、はい、愛車紹介第1弾で実は出ていただいてるんですね。ありがとうございます。はい、はい、そのメンバーシップの動画はですね、有料版でしかちょっと見ることができないんですけれども、当時は QX56、はい、インフィニティですね、はい、乗っていて、今回、はい、早2ヶ月ぐらいですかね、レビューしてからは3ヶ月ぐらいですかね、はい、乗り換えたと。乗り換えちゃいましたね。そうですよね。で、はい、簡単で結構ですので、はい、自己紹介かしまた改めていいですか。はい、はい、ここロペライオ埼玉で営業担当させていただいております、ロペライオ埼玉の渡辺と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そうですね、渡辺さん営業ですね。営業、はい、はい、現時点入社何年目になるんでしょう。次の4月で3年目を迎えます。じゃあまだ2年。2年ですね、はい。ロペライオ入社して2代目2代目になります、はい、の購入と自家用車、はい、で前 QX 乗ってますけど、はい、QX 買った時の理由って何でした、はい、なんで QX を選んだんでした。もともとそのアメ車が好きっていうのもあって、はい、インフィニティっていうちょっと変わった車が、まあ、街中見ても絶対に人と被ることがないんで、はい、っていうところの魅力に惹かれて、まあ、購入に至ったんですけれども、はい、まあ走りはっていう感じなんでちょっと言いづらいところがあると、はい、まあそうですね、はい、まあ、悪い言い方すると、まあ、飽きてしまった。ああ、はい、早いですね。何年所有されたんですか。8ヶ月ですかね。なるほど、はい、1年も経ってないのに飽きちゃうまあこれね、車屋さんだからなんですよね、これって。そうですね、はい、もうね、毎日いろんな車見すぎちゃうとちょっと感覚がおかしくなっちゃうんですね。若干ありますよね、はい、ありますね。そして今回ダッチチャレンジャー、はいはい、今年ですよね、乗り換えたのは。そうです、はい、なぜチャレンジャーにされたんですか。チャレンジャーに関しましてはもともと所有したかったっていう欲はあったんですけれども、はい、まあ、簡単に僕このチャレンジャーを買った経緯を説明しますと、はい、まあ、ここロペライオ埼玉店長の佐藤というものがもともとチャレンジャーをですね所有しておりまして、はい、私が大学4年の時にですね、はい、ロペライオの忘年会にお呼ばれ、はいはい、していただいた時に、はい、まあ、池袋の結婚式場で毎年やってると思うんですけども、はいはい、そこの駐車場でですね寒い中こうあまだかなまだかなとこう待ってたんですけども、そこに、まあ、今の私の上司である佐藤がチャレンジャーで登場してきましてですね、うん、なんだこの車は。あのガンメタのチャレンジャー。ガンメタです、うん、はいはい、かっこいいと思って、もうそこからチャレンジャーへの憧れっていうのは正直あって。ああ、そうなんだ。媚びを売るようですけれども、まあ、店長に憧れて今回買わさせていただいたという。なるほど思い切った、はいはい、決断ですね。ありがとうございます、はい、その愛車チャレンジャーですけども、はい、スペック紹介お願いしていいですか。はい、はい、こちらダッチチャレンジャー2016年モデルの RT プラスシェイカーというグレードになります。スペックの方が、5.7 リッター V8。 5.7 リッターいった。 V8 ヘミエンジン、はい、なるほど。馬力が370ちょろちょろ。なるほどね、って感じですね、はい、正確に発表されてないみたいな、そういう感じだと。多分カタログちゃんとあるんで。あ、そうなんだ、はい、なるほど。一応多分テロップがここに入ると思うんで。お願いしますということで、はい、自動車税は8万8000円。はい、ありがとうございます。うーん、行くね。今だから行ける感じだよね。まあ間違いないです。 QX の時も結局同じなんで、はい、所有してた。なるほどね、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあまず、はい、外見からちょっと見ていきたいなと思いますけど、はい、2016年。2016年です、はい、これ2016年っていうと現行なんですか、これ。2015年でダッチチャレンジャーは、まあ、マイナーチェンジというか、はい、まあ、前期後期と分かれているもとでの後期モデルになります。なるほど。じゃあ土現行ではないんですね。土現行ではまあないかもしれないですね、うん、あのこれ何ですか。
これがシェイカーフードといって、はい、シェイカーって書いてあるよね。シェイカー、はい、はい、書いてあります。まあ、僕が乗ってるダッチチャレンジャーはこのシェイカーフードっていう、まあ、RT のグレードなんですよ。まあ、そもそもチャレンジャーは、はい、3グレードあって、はい、SXT っていう3リッター、3.6 リッターのモデル、うん、私が所有してる RT、はい、5.7 リッターモデル、まあ、その上にあの SRT ヘルキャットっていうぶっ飛んだ1台があるんですけど、うんうん、ぶっ飛んだ1台、はい、いいねいいねあれ、はい、うちの社員もさ、ぶっ飛んだ車乗ってる人まだいるよね。工場の方に、そうだよね、ロペライオファクトリーという工場の方で、はい、実は僕の先輩が、はい、この RT の中のトップグレード、はい、まあ、RT スキャットパックという 6.4 リッターの LA エンジン積んでる、そっちが485馬力ぐらいあるんですけれども、全然違うね。全然違います。それ乗った？乗ったことはないです。ない、はい、なるほど。その愛車紹介もしたいね、ぜひぜひねえ、すごいよ、いっぱい買って、はい、なるほど。でもさ、このシェイカーっていうものがついてても馬力はそんなに多くないの？うわ、はい、そんなに。そうなの。ついてても多分ついてなくても馬力は一緒だと思う。あ、そういうもん、多分なるほど、いいね。今ね、笑うタイミングも良かったよOK です。はい、はい、これやっぱ黒が良かったですか？黒ですね。 SUV は白だったのにね、はい、やっぱこういうタイプは黒がいい。黒が良かったです。いいですね。これよく見るとさ、このボンネットにさ、はい、なんかこのストライプがね、はい、この辺もちょっとあれなんだ、マットというか、もともとこれはもともとです。へー。そしてルーフもね、はい、このような形で、これラッピングだよ ね、 これね、ラッピングですね、はい、トランクの方までね、トランクまで入ってると、はい、うわー、かっこいいね。でもね、ありがとうございます。なんだろうね、このアメ車ってさ、はい、理屈じゃないかっこよさがあるよねそうです、ね、なんだろうね、やっぱ車好きの大人、まあ男の人が、はい、やっぱりね、憧れる、間違いないですね。なんかシンプルでかっこいいよね。一応チャレンジャー自体1970年代から、うん、まあ、発表があるらしく、その型から一切変わってないんですって。へー。今の新しいモデルまでは。このライト周りだってさ、すごいよ。このグリルだって、はい、こんなのさ、ダッチにしかないよね。ないですね。ちょっとじゃあサイドも回ってみましょう、はい、なんかこだわってるところあるの？なんかこだわりですか？はい、このホイールの黒ももともとこの状態で、はい。へー。ホイール何インチ？20です。フロントリア一緒です。なるほどね。あ、こだわりって言ったらやっぱあのシェイカー。あ、そこなんだ。そこになりますね。そこからなんか出てくるとかないの？攻撃できるとかそういう機能はついてない？それはついてないですね。はい、なんだろうこれやっぱり、はい、なんなのね、このサイズ感なのかな、かっこいいの、うん、これ長さどれくらいあるの？5メーターあります。5メーターぐらいなんだ。はい。じゃあ S クーペなんかとそんなに変わらないんだよ。あ、変わらないですね。幅は？幅も1900ぐらいなんで。1900？ はい、あるかないかぐらいだったと思います。もっと大きく見えるね。平べったい感じですからかね。あ、分かんないですけど。確かに。ちょっと中もいいですか？はい。今日は小銭は出てこない？今日小銭は大丈夫ですそっか、花火も抜いちゃいましたそれあの QX 見てる人じゃないと分かんないから内装シンプルだねこれね。はい。ドアノブこんなとこ？そうです。あの初めて乗る人多分一発で開けられないです。みんな分かってなかったんで。あ、そう。はい。あ、匂いがすごいねこれ。うわー、アメ車の匂いだね。あれ、これどうやったっけ？あ、そっち、あそこ一眼レフが、あ、匂いは方向性の匂いなんだ。いや、これ元からこんな匂いします。あ、そう、はい。これってディーラー車？ディーラー、まあ、あ、ディーラーないのか。あるの？日本にはないんで、新車並行。なるほど。って形です。もう日本に乗るには新車並行か中古並行か、もう2つしかないです。あ、ナビは映るの？映んないです。これはナビはないです。これやっぱさすがにクロージングサポートとかはないですね。そしてこれ黒はソリッドなんだね、はい、パール入ってないからちょっと大変だね。いや、かなりかなりかなり大変です。で、お尻、はい、お尻かっこいいねこれね。はい、はい、マフラーも4本出しで、
これちょっと変えてます、車外です。あ、そうなんだ。純正は4本台じゃなく1本1本の2本と、はい、でバックカメラがここについていて、そうです、バックカメラそこです。できっとトランク開けるスイッチはここってことかな。あ、そうです。やっぱりちょっといい、どうぞどうぞ。あ、ゴルフバッグと傘ぐらいちょっと入れちゃってますけど今。ああ、なるほど、はい、すいません。傘はこれやっぱ3本入れなきゃいけないわけ。いや、これはこうだんだん増えていくでしょうなるほど、はい、トランク広いね。ゴルフバッグ多分もっと詰めると思うんで。すごい広い。ああ、これってさ、リアトランクスルーみたいになるの、倒れる。あります、あります。あ、ちょっと倒してもらってもいいですか。はい。あ、え、あんま倒れないやつ。いや、ちょっと前が倒れすぎちゃってるんで。あ、あ、フラットにはならないんだね。フラットにはならないですね。いいね。そしてこれね、さっきのケイマン編見ていただいた方は分かると思うんですけど、花セレブですこれね、ケイマン編見ていただくとより面白さが伝わると思います。乗ってましたか。そう、車内に置くティッシュを何にするかっていう話題があったんです。はい、話せれるぐらい入れときたいよねっていうね、ティッシュケースがないのであればっていう話をしてたところなんですね。あ、そうなんです。はい、で日田さんはクリネックスだったんですあ、結構バーンっていっちゃうね、これね。そうなんですよ。はい、わかりました。じゃあエンジンかけてみましょう。はい。鍵はどんな鍵ですか。鍵ですね、はい、鍵はもうシンプルな。あ、なるほど。はい、裏はこんな感じですね。あ、なるほど。パニックボタンもちゃんとあって、パニックあって、エンジンスターターも、はい、あ、え、エンジンスターター、え、かけてみて、長押し、え、おお、いいじゃん、いいね、これかっこいいね、はい、この音がたまんないですね。はい、じゃあちょっと座ってください、はい。エンジンスターター純正でついてんだ。純正ですね。いいね。ロックかけた状態でってことでしょ。そうです、そうです。乗ってかれる心配ないってことだよね。ないです。あー、なんか QX の印象が強いから、はい、あれだね。はい、で、メーターパネル、あ、お、なんか動いてるじゃん、これ。何これ、今動いたよね。一回止めますか。はい、こういう感じ。はい、あ、いいよ、大丈夫、大丈夫ですか。はい、あ、シェイカーって出るんだ。ね、これ何、左が回転数。そうです、右がスピードメーターで、真ん中はスピードとか、まあいろいろなんか、なるほど、チェック表とかメッセージとか、まあオーディオだったり、一応キロ表示になってんだね。これはカナダ新兵なのでキロ表示になってるんですけれども、なるほど、アメリカ新兵とか、うん、まあ、チュッペイでもそうですけど、おそらくだとマイルになります。はい、なるほど、はい。そしてこの GMT がね、またね。ね、いいね。はい。はい。じゃあちょっと吹かしてもらってもいいですか。はい。じゃあこれ回転数こっちだから、あ、こうしましょう。はい。はい、行きます。うわぁ。うわぁ、いい音するね。はい。なるほど。じゃあそのまま乗っててください。はい。ライトチェックいっちゃいます。はい。じゃあ後ろからじゃあ行きましょうかね、ライトチェック。じゃあライトオフ。今オフだと思います。あ、今オフ。はい。でね、じゃあライトオン。ね、これがいいね。やっぱね、アメ車っていうとここにね、サイドがね、サイドマーカーがあるんですよね。はい、ブレーキ。あ、そこかい。はい、ハザード、なるほど、端っこがね。はい、そしてバック、おお、はい、リアフォグはあるのかい。リアフォグはないです。あ、そういうプレイね。はい、じゃあ前行っちゃいましょう。はい、じゃあライトオン。ああ、いいですね。はい、そして、ウィン、ハザード、お、真ん中が、はい、ハイビーム、なるほど、フロントフォグ、あー、いいですね。
はい、でハザード解除してもらって、ホーン、おお、優しいホーンできる、優しいホーン、優しいホーンですか、プップみたいな、あーできないね、ちょっと強みのして、あーまあまあまあ、でもうるさくないね、ちょっと品があった。これ今ロー出てます、出てるよ、あ今ライトオフでフォグだけついてる、これですね、そうだね、はい、じゃあボンネット開けてみましょう、はい、あーなんかプレデーターみたいな感じなんだね、確かに、なんかすごいね、こんな感じなんだね、ボンネットね、まあ、これ自体はなんか後付けできるらしいです、へえ、キットが売ってるんでボンネット変えてこれつけてみたいな、結構かかりますお金は、ちょっと吹かしてもらっていい、はい、この状態で、うん、はい、吹かします、オッケーです、まあ普通でした、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ閉めてください、はい、はいはい、それでは、はい、渡辺さんの愛車、はい、ダッチチャレンジャー、はい、走行テスト行ってみましょう、はい、お願いします、よろしくお願いします、お願いします、うわ前すごいねこれ、長いですか、このシェイカーがさ、はい、ドーンってもうフライングレディ並みに出てんじゃんこれ、曲がんでしたっけ、曲がんです、そう曲がんです、おおおお、加速いいね、軽快っす、うわこれなんかボンネットすごくない、俺ねそればっか気にしちゃうこれ、あのすごいよこのうわそれがいいんだね、またね、ですね、僕も最初は、うん、最初運転した時はやべ前見えねなるよね、運転できっかなと思ったらやはり人間って、うん、慣れるんですね、うん、はい、1週間で行けます、あそう、はい、これって何に使うの、どれ実際この中で使える機能っていうのは、機能はここでまあこれでシートヒーターとか、あベンチレーターもついてるの、ついてます、へえ、ステリングヒーターもついてます、あ、まあ、自動防音オンオフとかしたり、うん、あとはまあ携帯につなげた携帯の、あちゃんとつながる、 Bluetooth でつながりますし、これ後付けでミラーリングキットついてるんで、うん、スマホの画面映せることもできます、ああいいね、はい、あとはもう車両の設定とかですね、なるほど、はい、これなんかローンチコントロールできる、へ画面だったりとか、これラジオ聞けるの、ラジオ多分いけんじゃないですかね、あむしろ聞いたことないの、ないです、時代だね、おかっこいいじゃん、なんかこれゲームみたいな、確かにこうやってこれ G かかる、ああね、あとこれ何馬力出てるとか、へえ、分かるらしいですけど使ったことはないです、そこだよね、あすごいここにもちゃんとシェイカー、こういう感じがいいね、このちょっと浮いちゃう感じがね、あ浮いてますね、ここもなんか結構チープな感じだね、そうチープっていう言い方正しいですね、うん、はい、ここドリンクホルダーだ、そうです、まあここにも2つありますけど、運転席もドアポケットにドリンクホルダーついてるの、あります、あります、へえ、うわワイルドな感じするねこれでしょうけ、そうだね、これをちょっとでしょうか、このシフトノブってさ、はい、なんかのシフトノブもなんか一緒な形状してるな、なんかで見たことあるな、このこういう、どこの国ですか、いやそれを今ね思い出そうと思ったんだけど、どこだっけな、あなんだろうな、ワーゲンでもないし忘れしちゃった、こういうの
視聴者の皆さんの方が詳しいから何ですかね。アウディの A8 とかこういう感じじゃない？あ、確かにね、こういうやつですよね。そうそうそう、結構ストレートアームなんだね。ちょっともうちょっと前やった方がいいですか？いやいや別に大丈夫ですか、うん、好きな感じ。あ、しかもパドルシフトついてるじゃん。ついてます。使う？使わないです。裏にはちゃんとボリューム調整のこのスイッチもついて。そうです。で左側は、まあ、次の曲行ったり戻したりとか。あ、うわ3枚だ、大きいねこれ。あ、いいね、バニティミラー好きで。これ、はい、今だいたい売り値相場でどれくらいなの？これで車両で500前後しないくらいじゃないですか、ね、結構するね。でもね、あの距離走ってるやつだったらもう 400万円台半ばとかでもいけると思いますけど、僕これ新車並行の6000キロ、うん、なるほど、ちょっと程度がいいやつを買ったと。そうです。なるほどね。これもやっぱあれなの、リセールバリューいいの？はい、わあ、いいと思いますよ。あ、そう、はい、台数少ないし。少ないですし、あとさっき言い忘れたんですけど、うん、これ V8 なんですけど、うん、あのなんて言うんでしょう、自動吸気システムみたいな4気筒で走ってるんで今は。ああ、なるほどね。そうです、ね、よくあるやつです。じゃあアクセルベタ踏みすると8気筒動くんで、多分3000回転以上で回すと V8 の音してくるんで。なるほど。これサングラス？そうですね。あ、入ってないんだ。なるほど。これ何？わかんないです。まあでもこれは運転してるのもいいかもしれないけど、やっぱね、はい、見てるとかっこいいよこの車。あの結構街中の目線はすごいですね。すごいよね。動画撮られたりします。あ、そう、はい、なんかこれをやっぱ選択するセンスが素敵だなと思う。あ、本当ですか。うん、これやっぱ友達受けとか周りの受けもいい？ああ、でも友達にはかっこいいねって言われますね。そうだよね、はい、そして QX ほどなんか気を使わない感じも、道をなんか別に選んだりしなくてもどこでも行けちゃう感じするね。行きます。 QX から乗り換えなんでどんな車乗ってもまあちっちゃく感じますね。なるほどね。多分普通一般の方がこれ乗ったら多分まずでかっ、大きいって思うと思うんですけども。あ、確かに、まあちっちゃいですね。でもなんかあれだね、その、はい、見た目もそうだけど乗ってもやっぱ車内の空間の広さはすごい感じるね。あ、本当ですか。うん、なんだろう、この前かな、前のこのスペースがすごくなんかね、はい、大きい感じ、圧迫感がない。ダッシュボードが長いってのがあるんですね。あ、確かにそれもあるね、はい、一般的な車と比べると、はい、これってビートル級になるんじゃないの？そこまでいかないか。燃費いいですよ。どれくらい？ 7-8 はいきますね。ハイオクなんかレギュラーでいいと思うんですけど、ね、アメ車ってなんかレギュラー多いよね。うん、ですね。まあハイオク入れてます。なるほど、はい、どれくらい乗りた、あ、タンクは70ちょっと。あ、シェイカーがちょっとさ、やっぱ振動でさ、ガタガタ言ってる感じするね。あ、しますします。そのうちたまに取れないかなとか気にしたりしない？ちょっと思います。それはない。ある？ちょっと思います。ねえ、あとなんか揺れすぎじゃないみたいな。ねえ、なんかあとぶつかってさ、あれだけポーンって飛んでくとかさ。はい、ああ、いいね。これ絶対かっこいいよ。抜かしちゃいますね。このね、ホイールもね、いい感じで映えると思うよ、これ。あ、本当ですか。これ自分でカスタムしたところはないよ？ないですよ。あ、そう。
しかもなんかさブレーキのさ、はい、そのペダルがさ、はい、すごいなんかちょっとスポーツペダルっぽい感じになってるんだね。あ、アルミペダルでね、はい、意外にも。チャレンジャーは初ですよね。そうだね。あれでもさ、佐藤店長の車もさ、はい、シェイカーついてた？あれシェイカーついてないです。あ、じゃあそれよりいいやつなんだ遠回しに。ちょっと店長よりいいの乗っちゃったみたいな。なるほど。この QX さレビューした時からさ、はい、もうすでにさ、はい、次はもうだチャレンジャー乗りたいなってもうずっと頭あった。そろそろ乗り換えようみたいな、ありましたね。いやチャレンジャーは本当に行きたかったんですけど、うん、QX を買うタイミングで先輩に、うん、そのこの僕より1個上のいいグレードを買われてしまったので。あーね、この辺でいいですかね。そう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 。いやこれ今ホイール取ってやるのホイールがいい感じで、ああいいね、この反射してる感じもなんかいいねこれね。もう黒なんで塗るテカですよね、本当。ね、塗る。でもさ、ホイールガリするガリガリやっちゃうとさ、はい、銀のさ、はい、中の塗装が出てくるでしょ。そうそうそう。嫌だよね。嫌です。でそのうちペリ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 ってね。そうですそうです。いやもう後ろの車来たから、ちょっとじゃあ踏んでみて。いいですか？うん。おお。ワイルドスピードって感じだね。太い音だねこれね。いいっすね、たまんないっす。マフラー変わってるっていうのもあるかもしれないけど、はい、うん、痺れるね。純正のマフラーでも結構いい音はしますね、うん。で内装はどういう感じで。あー、まあ至ってまあシンプル。あ、でもメーターパネルにちょっとオシャンだね。ちょっとなんかアメ車なのかからわかんないんですけど、うん、オートがまあ感度悪いんですよね。あ、そう。あ、これでやっと、はい、これで今ついたんで。あ、ここもライトついて。へえ、そうなんだ。ちょっとパドルでさ、はい、シフトダウンしてもらって、はい、ちょっとマフラーをいかほど。バリバリ伝説はならない感じだ。バリバリ伝説はならないですね。ボーボー伝説じゃないですか。なるほど。まあ、かなり控えめで。確かに今日はこれ多分ね、このトンネル内のテールがかっこいいよこれ。確かに。そして前から見るこのライトも多分かっこいいわけよ、このなんかリングっぽいやつも。うわー独特だね、ノーズ長っ、すごい長いね。この辺ちょっとさ、こっちでもいい？これ、こういう感じっすよ目線としては。長っ、本当に長いこれ。うわー、はい、はい。そしてウインカーレバーがまた遠いね、マセラティ並みに。え、本当ですか？うん。あとハンドルの遊びが多い。あ、ラメ車ならではかな。さっきポルシェ乗ったからかもしれないけど、いや結構切らないと曲がんないね。あ、なんかこういう感じ怖いな。どどどどどどあ、やっぱ怖い、怖かった今。ゴリゴリ攻めますねあの人。特に自分の車を人が運転してると怖くてしょうがないでしょこれ。高尾さんだから全然大丈夫。安心の音。安心安全の。安心安全の音撮影しております。なるほど。いやうわー大きいなこれ本当に。多分あの前回 QX 乗っていただいた時もこの辺で OKOK ってずっと言ってましたね。
いやでもこれ前がすごい、これもうねロールスとかね、はい、ファントムとかっていう以上になんかね前のね圧を感じるね。うん、超わかりやすいですかね。あ、見えないですね多分これ画面の前は、ね、ほんと一番前までこれね、うん、かなり来てるよこのフロントノーズ。おお、ワイルドだなこれ、ほんと走りが。今スポーツモードになってたんだっけ。あ、なってないですね。あ、なってない。なんかそうそう、ああ旗のマークがね、あの人もエスティマ乗ってるけどびっくりしてるわ。ほら、あれほら、あれ元暴走族もさ、あれ元じゃないんじゃないですか。ナンバー折ってましたよ。あ、 iPhone 折ってあげていいですか。うん、あ、いいね音ね。うん、こんな感じですかね。合格。オッケーです。音良かったね。いいよこれ。さっきのケーマン全然いい。あれ、私の先輩はオプションで坊主はなかったですか。なかったね。あ、それどうですよね。あれ、キュークスで返したっけ。キュークスは坊主ですよ。あ、高速に。あ、これ大きいな、本当に。うーん、すごいな。あれ、これパドルシフトちっちゃ、これ。そうなんですよ。こっちまであるかと思いきや、ここだけなんだ。そうなんです。ちっちゃいんです、これ。角じゃん。角だよ、これ。角？うん。角シフトだ、これ。角シフト。で、こう。ああ、マニュアルね。はい。ああ、この結構戻りが結構、しっかちっていくね、これね。一応、クルコンついてんだ。クルコンついてます。でも追従はなし。追従はオプションです。ああ。はい。あとサンルーフもオプション。あ、サンルーフ設定あるんだ。これ。あります、あります。ない方がいいかもしれないね。なんか、僕はなくていいかなって思いますね。ね、これライトはオートになってる。オートになってますね。なんかいいね、なんかこのハンドルのデザインとか大きさとか太さとかもなんかね、すべて合ってる感じがする。うん、ありがとうございます。バランスがいいねこれ。なんだっけな、はい、BM とかはスポーツモデルの割にハンドル大きいのよ、はい、ステアリングの、ステアリング、はいはい、ついてます。もう安心安全のチャレンジャーです。なんかちょっとあれだね、はい、なんか矛盾してるような。まあでもやっぱ、はい、ちょっとチャレンジャー精神が、ね、あと渡辺さんもあるからね。あ、うん、だからこれ行くと思うし。あ、まあそうですね。そう思うと僕全然チャレンジャーじゃないの。安定のアルファのからのっていうところはありますもんね。確かに。これでまあ燃費もそこそこいいんでしょ。いいです、いいです、ね、だったら面白いね。やっぱさ、なんかワイルドな人ってこういう走り好きだよね。なんか太くて、うんうん、馬力があるはないとかじゃなくてこういう走りがやっぱ、あ、それは正直あります。僕そんなになんていうんですか、あのスピードこだわる系じゃないんで、正直馬力がなんか何馬力、まああったことにそうはないと思うんですけど、ね、そこまで
でさ、はい、あとさ勝手なさ妄想しちゃうけどさ、はいはい、まあ、こっちでカップルでいて、はい、で後ろにさ友達カップルかなんか乗せて、はい、ね、4人でさ、はい、ダブルデートみたいなことをしてさ、で後ろのさカップルのさ、まあ、B 君と B 子ちゃんはさ、はい、車持ってなくて、はいはい、こっちは車持っててみたいな、はい、でいいだろうみたいな、はい、で送るわけじゃん帰り、はい、でじゃあ B 子の家に B 子が泊まるからって言って、はい、じゃあ家まで送ってってあげるよっつって、はい、ドア開けてこうやってじゃあねまたねっつって、はい、最後帰る時にちょっとアクセル強めにボーって言って嘘いい音してんなみたいなかっこいいなみたいな感じになるわけでそうなるほどですね、どうぞどうぞ、かしこで向こうへの B 子くんもあー知ってんなーってで女の子も、はい、なるほどねっていうわけです。その女の子なかなかですねどうぞ。で渡辺は、はい、ルーミラ越しに見てるぞ見てるっつって欲しいのか前はちなみに、うん、まあ QX からチャレンジャー行こうと思いましたけど、うん、行こうとは思ってて、うん、正直車屋なんで車なんて正直いつでも買おうと思えば買えるじゃないですか、うん、あとはタイミングとか、うん、誰かが背中を押してくれるかじゃないですか、うん、僕はもうチャレンジャーを、まあ、店長に頼んで欲しいですって言ったんですけど、買うきっかけじゃないですけど、もともと買う気だったんですけど、うん、背中を押してくれたのは、うん、あの湾岸線かなんかの合流の時にもう、うん、まさに僕がこれ欲しかった同じのがQX乗ってて、うん、横抜いてったんですよ。でちょっと詰まってじっくり見たら、まあ助手席に、まあ、女性、まあ、カップルだったんですけど、うん、結構若めの顔って思いましたもんもうそれでした。なるほど、はい、そういうのあるよね。ありますありますあります。見ちゃうとダメですよねやっぱ。でも逆にそういう影響を今誰かに与えてるのかもしれないよ。あのでも本当にいい意味でこれ乗ってて絡まれます、うん、街で。そうなんだ、絡まれますね。でもさやっぱその価格帯ぐらいでこれだけかっこいいって思える車種って、はいはい、なんかね、的を得てると思う。その選択肢としてもう2000万3000万フェラーリランボーさんもうみんな誰見てもかっこいいわけ。間違いないです間違いないです。でもさこの1000万以下ぐらい、はい、ないし5、600万円ぐらいで、はい、かっこいいなと思える車をのやっぱ見つけ方がうまいだろうね。 ありがとうございます。まあでも僕にあと500万円の予算があれば、うん、あのトップグレードと言われるあのヘルキャット、 あれいけますからね。やっぱ行きたいんだ。そこ憧れはありますよやっぱ。あれはあれヘルキャットってなんかレビューしたな佐藤店長と。そうですね、ダッチチャージャーですね。チャージャー、はい、ちなみにダッチチャージャーそれインプレッションして僕撮ってました。あーそうなんだ。そうです、1年目の頃ですけど柏店で、ね、はい、捕まっちゃってるよね。赤い鍵でそレッドキーで、そうかけると馬力が変わるんでしょあれ。そうです、700、あれは7馬力設定ですよね。あれも撮影しながらかっこいいなと思ってたの。いや、めっちゃかっこよかったですね、あれ。うーん、今の現行というか2019年モデルの、はい、ダッチチャレンジャー SRT ヘルキャット、うん、まあ、今の新しいヘルキャットモデルは、うん、今まで2015年から2018年までは6.2 のスーチャーで707馬力だったんです、あのレッドキー使って、うんうんうん、で一番新しい18、19、20かなのモデルは10馬力かかってるそうです。717馬力らしいです今は。でこのシェーカーフードがついて。なるほど。じゃあそろそろ今回のまとめに入ります。はい、まずじゃあこれから、はい、このダッチチャージャーをチャレンジャーです。あ、ごめんなさい。チャレンジャーを買おう、もしくは検討してる方に一言、はい、一言カメラに向かってお願いします。絶対買った方がいいです何故に、買って絶対損しないと思います、うん、その損というのは、うん、まあ、買ってからまあもちろん価値あるものなんて価値はなくなってくるんで、うん、まあリセール、まあ、普通の輸入車より買うより絶対にリセールいいと思うんで、うん、なるほど。まずは、ね、まずはそこがいいと。資産価値があるよと。ありますあります、はい、あとはもう魅力ですね、この車に関しましては、うん、
絶対に、なんか買って後悔しないという言い方が正しいんですかね。まあ、どんな買い物も後悔なかなかする方はいないと思うんですけれども、それ以上のなんか所有感というか。なるほど。はい。メンテナンスは特に。僕ですか。はい。僕は特に。別に壊れるっていうこともなく、はいはい、壊れるそうな気になるところもなく。なく。はい。まあ、あとは壊れてしまっても、まあアメ車なんでしょうがないですって感じですね。なるほど、ね、はい、はい。まあ、あとね、僕自身感じたのは、はい、なんかね、アメ車、見た目はもろアメ車なんだけど実際乗ってみるとそんなにアメ車感がないというか、はいはいはい、ちょっとなんかクライスラーっぽい、まあアメ車はクライスラーなんだけど、はい、なんかそのよくね、佐藤店長とか美濃田君も言ってたんだけど、はいはい、なんか未完成な感じがアメ車いいですみたいな感じがするとかって言うんだけど、はい、これ乗った感じ結構完成されてないっていうのが正直な印象、はい、あとはね、はい、まあどうでしょうね、その走り運動関連っていうところは決して速い車でもないけど、はい、やっぱり速くない割には迫力すごいあるなと思うし、うん、乗ってても、あとなんていうの、視界だよね。これって 今までの車ってコックピットこんなにかっこいいとか、はい、なんかね、内装のパネルがうわーみたいな遊び心満点でと思ったけど、はい、そこじゃなくてここが、あ、こんなシェイカーがあることによってなんかもうワイルドスピードの車乗ってるみたいだなみたいなそういう感じになるのが、はいはい、なんか男心をくすぐるというか、そうですね、かっこいいなって思う、なんかちょっと単純な、はい、考えなのかもしれないけど、まあでもそこですよね、うん、もう全てはでもさ、はい、この車選んで、あ、すごいなと思うけど、はい、でもさ、この視界はさ、乗んなきゃ分かんないわけじゃん。分かんないですね。あ、ね、はい、そうですね。一回だけでも店長の車で、あ、そうそうです、うーん、当時は運転試験をそれでやられましたからなるほどね、はい、いやでも、うん、なんかこういう選択肢はありだなって思う。ありがとうございます、ね、だから今ね、まだ若いですけど、はい、若くしてこれを乗れるのはかっこいいなって思います。ありがとうございます、はい、じゃあ以上、はい、本日は渡辺さんの愛車紹介、はい、2016年モデルのダッチチャレンジャー、はい、アグレードなんだっけ、 RT プラスシェイカーです。 RT プラスシェイカー、はい、こちらをレビューいたしました。これからもまたロペライチャンネル、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。